こんにちは、男性経営者専門イメージコンサルタントの森内真希です。今日はスーツを着るメリットについて5つお伝えしていきたいと思います。オンラインでスーツを着る機会っていうのがこれからどんどん少なくなってくると言われている中、それでもなお私はスーツを着ることをお勧めしていきたいと思ってるんですね。スーツを着るメリットとしまして、まず1つ目、体型補正ができるということなんですね。これ意外に思われたかもしれませんけれども、自分のサイズに合ったスーツをきちんと着こなすとものすごく痩せて見えるんですね。これは間違いのない事実なんですけれども、今までのね、男性は結構オーバーサイズで大きめのダボダボのスーツを着ている人が多かったんですけれども、きちんとしたテーラーさんできちんとしたスーツをあつらえていただいて着ていただいた時にどれだけ細く見えるかっていうのをね、ぜひ試していただきたいと思います。実際に私のお客さんでテーラーさんでスーツを作ったら痩せたねとか痩せて見えるっていう風に言われてすごく嬉しくって、ずっとそこのテーラーさんでスーツを作ってるっていう方がいらっしゃったんですね。こういったようにスーツというのは体型をカバーしてくれるんですね。例えば男性らしく見せてくれるって言った方がいいかもしれません。しっかりとした肩幅、そして厚い胸板、そしてウエストが絞ってあって、そしてドレープで少し裾に向かって広がっている。でお尻は隠れるわけですし、パンツもきちんと作ってもらえれば足長効果もできますし、O脚補正とかいろいろ補正も入れたりするとちょっと出ちゃったお腹とかも結構カバーできたりもするわけなんですね。ですからスーツを着た方がいい理由の一つ目は体型補正ができる。これは思った以上に補正できますから、ぜひお試しいただきたいと思います。二つ目、スーツを着た方がいい理由。私はスーツっていうのは自分のために着るのではなくて人のために着ると思っているんですね。ですからスーツは相手への敬意の表れなんです。自分がカッコつけるために着るというわけではなくって、相手に対して例えば今日会ってくださる時間を設けてくださったことに対する感謝としてきちんとスーツを着ていく。多分ね、皆さんもありますよね。例えば自分より目上の方だったりとか、例えばすごい業績のある方だったりとか、例えば社長さんだったりとかした時に、じゃあ T シャツジーパンで会いに行くかっていうと多分そういうことはないんですよね。ですから相手への敬意の表れとしてきちんとしたスーツを着こなしてネクタイをちゃんと締めていくっていうことが、相手に対してこのお時間を取っていただいてありがとうございます、貴重な時間を割いて私と会ってくださってありがとうございますっていう気持ちを表すために、きちんとスーツを着ていくということが大切だと思います。例えば高級なお寿司屋さんに行くとか、高級なレストランに行くとか、そういった時もきちんとした格好で行くということが、やはりお店の方に対する私は礼儀だと思うんですよね。どんな格好でいらしていただいてもよろしいですよっていうふうに言ってくださるとは思うんですけれども、やはりお店の格というものがありますので、自分が行くことによってその格をね、避けてしまうことのないように気をつけたいなっていうふうに思うわけなんですね。そのお店の価格とか雰囲気とかお出しするお料理に見合った服装をしていくっていうのが、やはり相手への敬意の表れだと思いますので、どれだけ気心の知れたねお店の方だったり大将だったりとかしても、せめてジャケットは着ていきたいなって思うんですね。相手に敬意を表すための服装としてスーツというのは最高なのではないかなっていうふうに思います。またきちんとしたスーツを着ていく、きちんとした身なりで行くということは、自分も大切に扱われるということがあると思うんですね。これは私は本当に20代の終わりから30代にかけて海外でね、行われるコンベンションなどに連れてってもらって、いろんなパーティーに行ったり、ブラックタイのパーティーだったりとか、例えばいいお店に連れてってもらったりということもあったんですけれども、その時にジャケットを着てかないで行った時に、なんかすごい柱の陰だった時があるんですよね、席が。どうしてこんな席なのかなと思った時に、ちゃんとジャケット着てなかったとか、
例えばちゃんと予約をしてなかったとかチップが足りなかったのかもしれないんですけど、何か服装によって扱われ方が変わるっていうのは海外でねすごく身に染みて痛感したんですね。ですから自分がもし大切に扱われたいと思うのであればきちんとした格好で行った方がいいっていうのは本当に身につまされて思っているので、きちんとしたスーツを着ていくであるとかきちんとした身なりで行くということは相手に敬意を表すとともに自分も大切に扱われるということがメリットとしてあると思います。そして3つ目は紹介してくれた人のためということですね。まあ、ビジネスのシーンで紹介していただいてどなたかに会いに行くということってあると思うんですね。その時に大切なのは自分がどのような服装とか立ち振る舞いだったり自分のマナーだったり全てがその紹介してくれた人の顔に泥を塗るかどうかにかかっているということだと思うんですね。ですから私たちが気をつけなければならないのはビジネスでご紹介していただいてどなたかに引き合わせていただいた時にこの紹介者の顔を潰してはいけないということなんですね。ですからスーツであるとか服装は人のために装うっていう面もあるかなっていうふうに思うんですね。これは相手への敬意の表れということももちろんありますけれども、相手プラス紹介者ということでビジネスってねご縁をつないでいただいて成り立っている面もあるので、自分をご紹介してくださった方もやっぱり大切にしたいと思うんですね。そういった時に、顔に泥を塗るようなことがないように、きちんとした服装で、特に初対面の時なんかは相手よりもカジュアルにならないように心がけることが大切だと思います。私の尊敬するマーケティングトルネードの佐藤先生もおっしゃってたんですけど、紹介してくださってね、会社に行ったら、重役の人たちがざーっと並んでてみんなスーツだったと、そこに T シャツとジーパンで行ったらしいです。でその時にもうすごい、あ、しまったと思ってね、スーツは人のために着るもんだっていうふうに教えてくださったことがあって、私も実際にそうだなと思うんですね。ですからもしあまりスーツを着ないよっていう方がいらっしゃっても、どなたかのご紹介で誰かに会う時には、お顔を潰さないようにぜひ最低ジャケットパンツで行っていただけるといいかなって思っています。そして4つ目は、私も普段スーツを着ていますけれども、何が違うかって気持ちが違うんですね。家に帰ってこうネクタイを緩めてね、ネクタイ取ってもうその時ってすごい緩まると思うんですよね。リラックスできる。で上着を脱いで椅子に座った時にはぁっていう風にね力が抜けると思うんですよ。ということはそれまではやっぱりきちんと背筋が伸びて力が入ってる、まあいい意味でですね。ですからここぞの勝負の時もそうですし、あとは自分の気持ちがなかなか乗らないとか、例えばちょっと自分を変えたいとか、ここはチャンスだから決めたいとか、なんか最近タラタラしてしまうのでちょっとピッチを上げて仕事を進めたいなっていう時にやっぱりスーツを着られるといいかなっていうふうに思うんですね。私たち習慣とか考え方とかってなかなか変わらないんですよね。でも着るものを変えるって一瞬で変わるんですよね。そうすると相手に与える印象も変わりますし、自分の気持ちも一瞬で変わるんですよね。例えばですけど、女性だったらいきなり今着物を着たらね、すごい気持ちが変わると思うんですよ。ラグジュアリーな、ゴージャスな、しとやかな気持ちになると思います。ですから服装って私たちが思っている以上にすごく心に影響を与えるものだと思うんですね。男性経営者で多いのはカフスを締める瞬間にすごく気持ちが切り替わるとか気合が入るっていう方もいらっしゃるので、やはり着るもので気持ちをコントロールしていくということは非常に効果的だと思うんです。ですから自分が変わりたいとか成果を上げたいとかであればスーツを着ていただくといいかなというふうに思います。かくいう私もですね、お仕事の時は必ずスーツを着ているわけなんですけれども、私も一つ課していることがあって、必ずハイヒールを履いています。今も履いてますよ。こんな必ずハイヒールを履いています。ハイヒールを履くと背筋が伸びるんですね。それから気持ちが一本筋が入ったような気になるんですね。ですから着るものでどれぐらい気持ちが変わるかっていうのをぜひお試しいただきたいと思います。5番目、なんといっても女性はスーツ姿の男子が大好きです。特に私ぐらいに年齢重ねてくると若い男性も素敵だと思うんですけど、
年齢を重ねてきた男性が着こなすスーツっていうのは人生の深みを感じさせるっていうので、まあもちろんねサイズ感とか、まあ、きちんとした着こなしをしてればの話ですけど、貫禄とかあとは背負ってきたものとか培ってきたものとか、まあ、様々なそのやっぱりオーラですかね、その人のオーラを引き立ててくれるのがやっぱりスーツだと思うんですね。ですから男性がスーツを着てると2割3割増しにかっこよく見えると私は思っています。世の中はどんどんリモートか、どんどんカジュアルになっていく、若い人たちはスーツ着ない、その中で、まあ、堅苦しいと言われながらもスーツを着こなしてる人は私は素敵だなと思うので、みんながスーツを着ないからって言って着ないっていうのはもったいないかなと思っています。最終的にはスーツ着るか着ないかってお仕事もあるとは思うんですけれども、まあ、私はどうありたいかっていうあり方の問題だと思うんですね。別にスーツ着なくても全然いいと思うんですね。あなたはどうありたいですかっていうことを服装で表現していくっていうことが、まあ、これからの時代かなっていうふうに思うんですね。私はね、スーツを着ることのメリットっていうのも体験してもらいたいし、スーツをこよなく愛してスーツを着こなしている素敵な男性が日本に満ち溢れるといいなって、そんな願いも込めながらですね、今日はお届けしてまいりました。さあ、いかがでしたでしょうか。このようにこのチャンネルでは男性経営者に特化したスーツの着こなしや小物選びについてお伝えをしております。もし今日の情報が役に立ったよとか面白かったよということであれば、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。お疲れ様でした。